怖いよ。大丈夫、心配しないで。さあ、こっちよ。そこを離れるんだ。その子たちに手は出させない。あなたたち、受けて立つ、来い。よし、思いっきり戦うぞ。ファイヤー。こいつは。ダメ、この子たちをこれ以上傷つけさせるわけにはいかない。
こにさえたどり着ければ。抑えられない。吸い込まれ。お前がいなくなったら、俺は。あなたはどうか無事に帰って。血が冷めるだろう。あいつまた一人で。女子に嫌われるよ。うっせえな。続いてニュースです。今朝5時ごろ、鹿野部市で震度3の地震がありました。これ、ここじゃない？地震事故が起きており、警察や消防では地域に警戒を促しています。ここは一体…土砂災害の危険がありますので、引き続き鹿野部市近隣にお住まいの方。おいおい、見学先の安全性とか大丈夫なのかよ。よし、みんな、そろそろ出発の時間だ。引率の OB の言うことをよく聞くように。遊びに来たんじゃないんだぞ。時間厳守で行動すること。てれえ。なんでもない。
よう、たくま。今日は史跡巡りだっけ？あんま面白くなさそうだよな。ミノル、まあそう言うなよ。僕も同感だけど。こら、二人とも、そんなこと言ってはダメよ。遊びに来たんじゃないって言われたでしょ。はーい、葵さんごめんなさい。もう、またそうやってふざけて。葵さん、今日ってどういうコースになるんだっけ？まず桜並木だよね。今日はそれとここ、それにここもかしら。ミノル君はキャンプの趣旨ちゃんと分かってます？ああ、この土地に伝わる伝承とか土着信仰とか、なんか独自なものがあって面白いんだってね。まあ俺にはそこまで面白くはないけどな。いいんですよ、野山でのびのび羽を伸ばせればさ。もう、たくまくんだけが頼りよ。みのるくんの舵を取ってくださいね。いや、僕もみのるの保護者ってわけじゃないし。ああ、どうしたんだ？ほら、まただよ。また落石事故のニュース。ああ、ここのところ連日よね。大丈夫かしら。大きな地震の前触れだと怖いわね。いや、それもだけどさ、ちゃんと見てよ。これ今日見学に行くところの近所だよ。あら、本当だわ。今日の予定は大丈夫なのかしら。はい、皆さん落ち着いて。大丈夫です、大丈夫ですから。何か問題がある際には先生からちゃんと指示がありますから、落ち着いてください。安全確保に関しては先生方や保護者の皆さんでちゃんとやってくれているはずだし、大丈夫だから。本日の目的地の史跡へ
さあ、向かいましょう。ああ、まだやってるよ。修二さんも真面目すぎるんだよね。二つも年上の高校生に失礼なこと言わないの。はーい、葵さん。ミノル君は私が上級生ってことも忘れてはいないかしら。葵さんも俺が下級生ってこと忘れてない？もっとさ、こう、こらーってさ、上級生活で吹かせて叱ったりしてみようぜ。そんなの私にできるわけがないでしょ。さ、私たちも行きましょうね、たくま君も。そうだな、行こうぜ、たくま。感じだよね。本当ね、自然が豊かな場所だからかしら、なおさら綺麗に見えるわ。キャンプに来てよかったな。この先の史跡も楽しみになってきたよ。本当ね、なんだか私もワクワクしてきたわ。ま、ちょっとは面白いもんが見れそうかな。お、あんなとこにサキとリョウがいるぜ。先に史跡へ向かっていたのね。桜を前にして舌打ちって、人としてどうかしてるって。まったく、こんなにもうららかで校外学習日和だってのにさ。そんな日和聞いたことねえ。
この桜、綺麗ね。葵さん、知ってる？桜の木の下にはね、死体が。ああ、そういう話は今はいいから。それより、私たちもそろそろ史跡の方へ向かいましょう。みんなが向かった方は、なんか参道じゃない？大変そうだな。パトカーが？まいったな。どうやらここから先は封鎖されているようだ。ああ、ほんとだ。立ち入り禁止のテープも貼ってあるわ。もしかしてミノルが言ってた落石事故とかと関係あるのかな？だったらやっぱ心配してた通りじゃん。何が大丈夫ですからだよ。ノートクも困ったわね。史跡まで行くにはここを通らないと。何の史跡だっけ？だからどうしてミノル君は予習してないの？ほら、獣神にまつわる祭事の跡地の。その獣神ってのが俺にはピンとこねえんだけどな。仕方がないわ。ここはひとまず引き返すしかないのかしら。引き返す前に何があったのか、あそこで話を聞いてみようぜ。